皆さんこんにちは、Pレジェンド大林です。今回はですね、トレーニングの頻度と1回のトレーニング時間についてお話をしていきたいと思います。今回のトレーニング頻度時間なんですけども、まず大前提としてですね、個人個人のトレーニング経験によって理想的なトレーニング頻度、一つの部位に対して何回やったらいいのかとか、どれぐらいの時間やったらいいのかっていうのは大きく変わってきます。想像していただければわかると思うんですけども、運動を全くやったことがない人と、私のようにね、ボディービルガチでやってるような人と同じ条件でトレーニングしたら、トレーニング経験ない人は体壊しちゃうのは当たり前の話なんで、今回はトレーニング初心者の方、ジム最近通い始めましたっていう方が効率よく筋肉をつけていくのに最適なトレーニング頻度とトレーニング時間はこれぐらいがいいんじゃないでしょうかということで、私の個人的な見解をお話しさせていただこうかなと思います。結論から言いますと、まずトレーニング頻度なんですけども、一つの部位、筋肉につき週2回やるようにしていただきたいと思います。で、トレーニング時間に関しては、そのトレーニングで必要なセット数をやるにあたって、次のセットまでにしっかり回復できる時間を取るようにしてください。そうするとだいたいですね、1時間半から2時間ぐらい1回のトレーニングで使うことになるかなと思います。トレーニングは1つの部位につき週に2回、1回のトレーニングで1時間半から2時間、これを目安に考えていただければなと思います。ではその理由について話していきますね。ではまずトレーニング頻度なんですけども、よく YouTube ですとか雑誌なんかでトップのボディービルダーとかのね、トレーニングなんかを見てると、一つの部位につき週に1回やってる方がほとんどなんですね。例えば月曜日に胸のトレーニングをやって、火曜日に背中で、水曜日に足、木曜日に肩、まあ肩と腕やる方もいたりしますけどね、金曜日に腕のトレーニングやって、で日曜日また、足の裏側ハムストリングをやって、日曜日休みみたいな感じで、週に1部位につき1回トレーニングプログラムを組んでるトップ選手、海外のプロのボディービルダーの方がほとんどなので、それを真似してトレーニング組んでる方がほとんどだと思うんですけども、実はですね、トレーニング初心者の方に関しては最短距離で筋肉をつけていくのに効果的であるとは言えないんじゃないかなっていうふうに私は考えています。なぜかというと、まず初心者の方っていうのはトレーニングの動作そのものに慣れていないので、まずはトレーニングをちゃんと綺麗なフォームでできるようにしていかないといけない。そのためには単純にトレーニングをやる回数を増やさないと上手になっていかないんですね。スポーツと一緒で、同じ動作を何回も繰り返し繰り返しやっていくうちに、しっかりきちんと動作ができるように上達をしていくので、週に1回しかトレーニングをしない人よりも週に2回トレーニングする人の方がやっぱりその動作の上達っていうのは早い。なので初心者のうちはとにかく頻繁にトレーニングの動作をやっていただいて、練習をしていただくのが動作の習得を早めるための近道なので、そういった観点から週に2回っていうのが効果的なんじゃないかなっていうふうに考えています。そしてですね、週に何セットやったらいいのかっていうところなんですけども、これもトレーニングの種目とか部位によって変わるんですけども、ざっくり言ってですね、週に10セットから20セットを目安に考えてください。例えば胸のトレーニングで言ったら、ベンチプレス3セットやります。で、次にダンベルのベンチプレス3セットやります。で、3種目目にダンベルフライ、4種目目にマシンのチェストプレスやります。4種目を3セットずつやれば12セット合計、これぐらいのセット数、種目数を目安に胸のトレーニングを組んでいくという形になるんですけども、この4種目を1回のトレーニングで全部やるとなると、まあ1種目目は最初の種目なんで、まあ元気な状態でできるんですけど、だんだん疲れてくるじゃないですか。2種目目、3種目目、4種目目に行くにつれて疲れてきて、当然上げられる重量がどん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 落ちていくわけですね。トレーニングの強度が落ちていってしまうんです。なので1回のトレーニングでこの4種目全部やるんじゃなくて、1回目のトレーニングは2種目にしといて、もう1回費用
を空けてもう2種目やるっていう形にしていただくと、1日でやるセット数は6セットに減るんで、それだけですね強度の高いトレーニングができるんですね。まあ、その筋肉を大きくしていくのに大事な要素っていうのがボリュームという考え方です。重さかける回数かけるセット数、この数値をだん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 増やしていくことが大事なんですね。例えばベンチプレスに例えて言いますと、50キロで10回3セットやった時のボリューム、 50×10×3、 1500キロがボリュームになります。これを、まあ、例えば55キロで10回3セットとか60キロ10回3セットっていう風にだん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 増やしていくことで筋肉もついていくっていう考え方なんですね。なので同じ10回3セットやるんであれば、当然使う重さは重たい方がいいということになるんで、1日に4種目やると後半の3種目目4種目目なんかは疲れて、どうしてもね重さが扱えなくなってくるんですね。そこで無理やり1日でまとめてやるよりは、1種目目2種目目が終わったところで胸のトレーニングはその日は終了にしておいて、別の日に3種目目4種目目をやっていただくと、まあ、疲れが取れてですね、1日でまとめてやるよりも高重量でやれるので、その分ボリュームが稼げるということで、より筋肉を大きくしていくのに有効であるんじゃないかなというふうに私は考えています。参考までに私の今のトレーニングプログラムなんですけども、月曜日に上半身のトレーニングやります。上半身全部やります。胸、肩、背中、腕全部やります。火曜日に下半身と腹筋、下半身は足の前もも、ももの裏側、お尻、ふくらはぎ全部やりますと腹筋ですね。水木と休みを入れて金曜日に上半身全部やります。で土曜日に下半身と腹筋という形で、私もですねもうそれなりにトレーニングやってますけども、最初にトレーニング始めてから14年ですか、でボディービル始めて今年で5年目ですけども、こんな感じで全身2分割にして週に2回ずつこう一つの部位をトレーニングするようにプログラム組んでますけども、これで全然筋肉つかないかっていうと、そんなことは全くないです。年々ですね筋肉も大きくなっていってボディービルの大会に出れているので、まあそれぐらいですねある程度経験がある方でも有効なトレーニングなんですけども、より初心者の方にとっては最短距離で成果を出すために有効なトレーニング頻度だと考えていますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。トレーニング時間なんですけども、これもですね YouTube とか SNS なんかでトレーニング時間が1時間15分ぐらいですねを超えてくると、ストレスホルモンと言われるコルチゾールが増えてしまってトレーニング効果が薄くなってしまうんで、トレーニングはなるべく1時間以内に終わるようにした方がいいですよっていう方がいるんですけども、あんまり気にしなくていいと思います。それよりも週あたりのボリューム、重量×セット数×回数の値をしっかり確保するために、セットとセットの間の休憩時間をしっかりとって、次のセットで元気な状態で臨めるように休憩をとっていただければなと思います。私の個人的なおすすめとしては、まあ、これもトレーニング種目によるんですけども、3分から5分ぐらいもう長めにとっていただいていいと思います。ジムの、ね、混み具合とか個人のねそのスケジュールどれぐらいの時間トレーニングに取れるかっていうところにもねよって変わってくるんですけども、ある程度こう自由にジムが使えてトレーニング時間もですねしっかり取れるんであれば、3分から5分ぐらい長めに取っていただければなと思います。それぐらいしっかり時間を取って体を回復させてから次のセットに向かうようにしてください。そういう形でトレーニングをやっていくと、だいたいですね1時間半から2時間ぐらいはかかってしまうんじゃないかなと思います。それでねコルチゾールが出てどんどん筋肉が小さくなっていくか、そんなことはないです。私もですね今上半身のトレーニングで1時間半から2時間ぐらい、足トレなんかはですね今減量末期でセット間の休憩時間もだいぶ伸びてるんで2時間から2時間半とかかかってしまうんですけども、それでどんどん痩せていくかっていうとそんなこと全くないので、トレーニング時間についてはご自身のねトレーニングに使える時間とかジムの混み具合との兼ね合いも考えながらですけども、たっぷりですね休憩時間をとってトレーニングをやっていただければなと思います。ただ
ただですね、一つ気をつけていただきたいのが、その休憩中にこうスマホをいじったりとかですね、ゲームしたりとかですね、YouTube 見たりとかですね、どうしても休憩時間が長くなると、いろんな暇つぶしをしてしまって、トレーニングへの集中力が切れてしまう方って結構いらっしゃるんです。ジムでそういう方よく見かけるんですけども、そういうのだけはやめてください。周りの、ね、方の迷惑になるっていうところもあるんですけども、やっぱりトレーニング中はしっかり集中をして、トレーニングに取り組む姿勢がないと、最大限の成果を出すことができないので、しっかりねトレーニングに集中できる範囲で休憩時間を長めにとっていただくっていう考え方でトレーニングやっていただければなと思います。それではですね、まとめなんですけども、トレーニングの頻度は、初心者の方がしっかり筋肉をつけていくためには1部位週2回、トレーニング時間は1回ですね1時間半から2時間ぐらいトレーニングをしていただくと、で休憩時間は長めにとっていただいて、しっかり集中してトレーニングを頑張っていただくということを私はお勧めをしています。じゃあその週のねトレーニングの組み方どういう風に組んだらいいんですかみたいな、そういう疑問がありましたら、またコメント欄にコメント書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。